嘘もおこりんです。本日も初心者 vs 猛者やっていこうかな思います。いやーね、回を重ねるごとに X チームの応募が少なくなってね、いや X チーム嫌がってんのが伝わります。本当にメンバー集めるので大変です。さあ、そんな中ね、今回課せられる鎖はこちらとなります。 X チームはスペシャルでしかキルをしてはいけないです。いやメインではね自由に塗っていいんやけど、初心者のチームを倒す手段がスペシャルのみということで、これねかなりいい勝負になるんじゃないかなと思うんやけど、なんか知らんけど X チームがいける気満々なんですよ今回。いっつも無理や無理や言うんやけど、今回はいけるぞみたいな、そんな感じになってるんで、ちょっとねそれ楽しみですね。見ていきましょう。さあそれではまず縄張りバトルからやっていきましょう。いやーマジでどうなるのか楽しみ。これ X チームがもうどれだけこう意気揚々としてるか、いつもの縛りに加え比べてね。さあ、今回ピンクチームが、初心者チームということで、皆さん大好きももさん今回もいらっしゃいます。はい、メンバーはねほぼ初心者チーム戦意喪失です。消えました。キルがスペシャルしかできないということで、ぐっちゃんウルトラハンコ、ヒメリンがマルチミサイル、そして山栗が吸引機、そして茶そばがトルネードということで、まさかのナイス玉ご覧ね。てっきりナイス玉カニタンコの嵐かな思ったんですけど、いやまさかの違うと。この撮影時点ではまだトルネード強化されてないですから、さあそんなトルネードに殺されていくのは悠々と。まだ強化されてないからな、まだアップデートされてないから。さあウルトラ、あーっとウルトラハンコ、わーすごい、ぐっちゃん逃げる、ウルトラハンコで逃げる初心者チーム、うわーすごい。ちょっと初心者チームがなぜかボコられてます。ここまでとは思わんかった。いや頑張って頑張って、いや結構あれやね。あいけるいけるいける、もう頑張れもう頑張れ、あかんあかん、ハンコ来たハンコ来た、もういけるか、あでも相打ち、ナイスナイスナイス。さあナイス玉いけ、ナイス玉いけ、初心者の味方ナイス玉、いいぞー。いやでもこの縄張りに関しては塗りが OK やから、ちょっと X チーム有利かな。うん、いやでも頑張ったし、あ逃げてる逃げてる、めっちゃ逃げてるめっちゃ逃げてる。逃げんのがうまい、アンズ見失ってます。初心者押されていると。いやでも、ま、なか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 いいですよ。うん、ここで南が前に行きました。さあそこで一気に塗り広げてスペシャルで味方のアシストをしていきたいところですが、どうだ。塗り方の癖がかわいい。さあ茶そばトルネードたまりました。狙ってるんでしょうか、どうして、あーっと一人押してます。初心者チーム一人、あっ X チームも3対3や、3対3、いけ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 、やってばやってば、あーって、あーもう一人押しました、もう一人 X チームが落ちました。どういうことだ、今日の回戦はゴミだ。どんどん押していく。いやでも、あ X チーム、あー、うん、分からへん分からへん、3対3、これならいいよ、3対3ならもう何も変わらん、何も変わらん。いけアンズ、いけアンズ、いけるか、追いかけろ追いかけろ、いけ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 、あー後ろから来てる、後ろから来てる、逃げた、あーああ、ゆうゆう、あ、ゆうゆうも、あ、でも分からへん、分からへん。どうだどうだ、あ、初心者にも勝ちました。素晴らしい。素晴らしい。初心者チーム、僅差で。いや、これが見たかった。こういう試合が見たかったんですよ、私。これじゃないか、ついに来たんじゃないか。さあ、皆さん的には3秒のカットやったかもしれないですが、実は20分経ってます。めちゃめちゃエラー落ちすんねんけど、とんでもねえわ。マジで。20分経ってるからな、この縄張りと櫓の間に。さあ、というわけで、今回は初心者チームがまたオレンジということで、スペシャル的には X チームスペゾー積んでるってわけでもないですね。ぐっちゃんと Wi-Fi はスペゾー積んでるんですけど。さあ、ガチマッチどうなっていくか。この櫓を止める方法がスペシャルしかないわけですから、今回サメライド、そしてハンコが暴れていく、ハンコが暴れていく、グッチャンのハンコが強い。いやーでもせやな、ここを縛るべきではないよな。ハンコは全然ルールの範囲内で、範囲内なんで OK です。
さあ、現在、あーでもかなり拮抗してるんじゃないですか。おーっと、ナイス玉ナイス玉。続いて溜まったのが南、溜まったら即使う、それがスペシャルの基本です。お、リードしてるリードしてる、いいよ。乗っているのは誰だ。あーすみません、カメラが、カメラがうんちです。さあ第一関門を突破されている誰ですか。乗ってるのあゆいです。直ワンダーで矢倉を捨てました。直ワンダー、なるほど、スペシャルを試させる前に倒そうと、そういう作戦ですね、初心者チーム、賢い。さあマルチミサイル、いやでも矢倉にマルチミサイルはちょっと微妙じゃない。ナイス玉が一番強いと思うけど、ハンコが一番強いかもしらん。あ、 Wi-Fi が、おっと Wi-Fi が一人落ちました。 X チーム一人落ちました。いやもうマジでエラーがひどすぎるんやけど今。どないしょ、現在4対3ということで、ちょっとあの DM してみました。安ズ待機と、安ズ待機と言いましたけど、多分これ見てないっすね。見る余裕はないです、初心者チームに。わ、最後ナイス玉や。負けるはずないわ、もう。おめでとう。いやーもうこれは誰が悪いとかないよ、ほんまに。俺も落ちるしね。もうバチバチ。もう、さっきの試合からまた10分ぐらい経ってるから。マジで。さあ、スペシャルは今回どうでしょうか。さあ、始まりました。黄色チームが初心者です。ギアとしてはスペゾーも今回、まあ普通にいるって感じだよね。さあ、X チーム、ぐっちゃんは相変わらずハンコ。そして、サメライド。今回、ジェッパ来てますね。エラーの原因もいます。こいつを倒せば多分エラーが止まる。さあ、ぐっちゃんいった。さあ、ぐっちゃんいった。潰して潰して。二人潰してからの、からのどうだ。わー、すごい。3キルしてる、3キルしてる。おーおーおーおお、今のはクイックボムじゃなく、今のはクイックボムじゃなくジェッパですか。コンビネーションが決まりましたね、今。なんか、打開という言葉が非常に似合う。うわーっと、再び、ぐっちゃんが暴れていく。ハンコが強すぎる。さあ、さあ行け、さあ行け。あーっと、そこでサメライドのカバー。サメライドのカバー。じゃ、ぐっちゃんさん、撃ってないですか。初心者チームのこと撃ってないですか、あなた。もも、ゆうがめっちゃ動きづらそうにしてるんですけど、でも倒さないっていう、このいやらしさね。初心者チームのこと撃つけど倒さんっていう、そのいやらしさ。さあ、あーっと、そこ届くんや、そこ届くんや。あーっと、さらに死んで、アンズも死んで、最後ももシャカシャカしてる場合じゃない。おーっと、あーっと、メインキルじゃないですか今。ごっちゃんメインキルですよあなた。はい、素晴らしい、メインキルしたら自滅ということで、しっかり見逃しませんでした。さあ、相手チーム、またハンコが来ますよ。ハンコが来る、ハンコが来る。ゆうゆうが潰されて、あんずが逃げよう。おっ、止まった止まった。ナイスナイス。さあ、ジェッパ、エラーの原因。エラーの原因が暴れます。あーっと、X チーム一人落ちてる。一人落ちています。初心者チーム気づくんでしょうか。待機する人誰か。誰が待機しないと。なあ、初心者チームは気づかない。だから初心者なんです。あ、一人帰ったんじゃない今。誰だ、違う、あ、アンズが気づいてますね、素晴らしい。その周りを見る力素晴らしい。一人気づいてます、いいよ。頑張れ頑張れ、いけるよ。42対29、めっちゃ接戦よ。 X チームがスペシャルを吐き終わったタイミングで初心者が取れるから、そこやな。さあ、サメライドでストップからの、ストップからの確保できるか。確保しました。おっと、あー惜しい、ハンコ倒さそうやったけどね。さあ、ここで再びハンコが暴れていく。38対29、いい勝負です。いや、相手にスペシャルを貯められる前にちょっとここは前に行きた。あーっと、いやー、避けていく、素晴らしい。そしてその避けた相手を無視して、しっかりとエリアを塗っていきます。ストップできるか。確保しました。これは熱い。天才1のストップ。初心者チーム、これは熱い。これが見たかった。そう、前回の全員上を向いてのパターンではなく、この接戦、これが見たかった。 X、 オール X の舞台と、スプラトゥーン2のランク B とか C のそこら辺のうぞうむぞうが今
対等にバトルをしています。素晴らしい、これなんですよ、これ。さあそこの、おーっとストップ、いいですね。止められるか。モモシールドを張って、モモは炭酸ボムか。さあ再び確保です。 X いけるか、 X いけるか。いやこれは熱い。さあ南切る、南切るからの猶予、間に合わない。あーっとクイックボム当てるのはどうなんですか。クイックボム当てていいんですか。いやまあ倒さなければいいっていうルールなんですけど、誤射が増えませんかそれしたら。さあエラーの原因、追い詰められた。ジェッパ間に合わず、ジェッパ間に合わずです。さあ再び初心者チームカウントが進んでいきます。このままノックアウトなるか。いやーちょっと時間的に厳しそうか。ここで打開できるのか。残念、初心者勝利。まあ、さっきの矢倉の試合はちょっとなしにして、まあ、現在初心者2勝と。いやーちょっと X チームが自利品ってとこあるね。まあ、こっから矛とあさりなんで、まあ、ちょっとX 有利かなというようなルールかな。です、はい、です。マジで落ちる。ほんまに。この企画とんのにもう1時間経ってんねんけど。どんだけやってんねん。ほぼエラーや。ということで、一人落ちてしまったということで、ね、私も参戦したいと思います。はい、観戦ではなく、プレイヤー、モサチームのプレイヤーとして、張り切っていきましょう。今回私は、スーパーショット、ウルトラショット持ってきたんで、まあまあまあ、そこそこ戦えるでしょう。なんだかんだ1回も見てないですからね。いやー、ちょっと待って。ごめん、完全に俺ぬるま湯に使ってたわ、ごめん。やばいやばいやばい。せや、相手襲ってくるね、初心者チームといえども。すいません、なんか真剣にやります、真剣にやります。よいしょ。じゃあモサチームにはね、あのさらにハンデが開いたなんて言われてるんで、やばいやばいやばい。これは敵、これは敵、これは敵です。味方ではない。よし、まず真ん中に戻して、ここで割ります、割ります。ここで、こほほ、いやダメか、いやダメか、クソ。じゃもう一回スペシャルためよう、スペシャルためないとこれ止めらんねえよ、止めらんねえよこれ。どうしようどうしようどうしよう。いやいやいや、来てる来てる来てる。ナイス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 、防ぎ。よう倒したな、よう倒したな。スパショ弱いか、どうなんだ。やっぱハンコが一番強い説あるね。ぐっちゃんのハンコがいて、ようやく、あっ、ちょっと待って、一旦ここ避けて、前ロールとかかまして、一回取ろう。で、ここ一回スペシャル打っとくわ。スペシャル、オッケーオッケーオッケー。あっ、あぶな。一回打っといて、私、矛持ちます。オッケー。ガチ矛ショットはオッケー。ここで前出ます。あっか、あー、ごめん、マジか。裏、裏か。ナイスナイスナイス。ここで割って、前出よ、前出よ。ナイス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 。ナイスナイス。いやー、これ守れへんか。いや俺バリアとかも持ってこようかな思ったんですよ。バリアとか結構ガチホコ有利かな思ったんですけど、よいしょ。 OK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  ちょっとここ防ぎつつ、味方のスペシャルを待ちつつ、ほほ、前出る、いける、これいける。いやきついな、きついな。ほ、よし、これいける、これいける、これいける。よいしょよいしょ、オッケー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 。おいじゅじゅ、あかくそ、いられ X というには、あーなんか一人落ちてる、また誰か落ちてる。勘弁して。いやでもこれあれや、1対1やから大丈夫大丈夫、問題ない問題ない。3対3です。いけ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 るぞいけるぞ。よし、もう一回スペシャルためまーす。おい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 、いやだいぶすんだよ、残り20。これいけるんじゃないか。あい、うーわ、あーマジか。相手にね、矛持たれた時が一番きついね、これ。矛持ってる時はね、だいぶ有利なんですよ。やっぱ、武器撃てるから。そう、武器撃てるから。いやー、これ止めれる？ちょっとでも塗って進行を遅くしよう。ナイス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 。ハンコ強え。マジ、ハンコ強え。よし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 。いけるぞいけるぞ。はい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 。はいはい。ほっ、ほっ。あ、終わった。
誰も方向見てへんねんけど。さすが初心者です。かわいい。モサチーム一緒。さあラスト行きましょう。アサリですね。いやもうメンバーが入れ替わりに入れ替わり、ちょっとね、モサチームのあの茶そばが舞い落ちてたんですよ。うん。ほんでその茶そばがもうロビーにも入れなくなりましたって言うんで、急遽ね、一人感染してたミズちゃっていう、初心者チームがモサチームに入っています。はい、もうぐちゃぐちゃです、非常に。いやー、ピンクやばい、ピンクやばい。ピンクやばい。はい。はい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 。よいしょ。まあ、初心者チームね、一人、まあ、ミズちゃんがちょっと初心者ということで、ハンコも出してます。ハンコは強いんで、ほら。初心者やけど結構やるでしょ。うん。ハンコ持ってるだけで初心者の方潰せるんですよ。本当に。いける。あーってててててて。すいません。あ、カモン言うてる。あー、ごめんごめんごめん。実質、モサ二人やから、こっち。実質、こっち、モサ二人やから。ごめんな。実質2対4みたいなとこあるけど。いけ、潰せ。よし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 。初心者はそう。あー、危ない。初心者はね、アサリが届かないんですよ。それ。あるあるなんですよ。よしよしよし。ここで、カニタンク発動。カニタンクちょっと弱いのか？どうなんだ？一応向こうまで届くっちゃ届くけど、まあ、そんなにキル性能高くないか。まあ、巷ではカニタンク最強なんて言われてますけどね。あ、ナイスナイス！入れろ入れろ！入れろ！よし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 。あーっと、また来たまた来た。これ入れまーす。ほい、ほい、ほい。これ入るんや。これ入るんや。いいねー。さあ、やっぱりね、ホコとアサリは自由に動ける分、モサチーム有利かな。やばい。めっちゃアサリ来てる、めっちゃアサリ来てる。めっちゃアサリ来てる。サメライド。ああ、ああ、こっち割ってる、こっち割ってる。まさかのこっちが割ってました。はいはいはい。はい。飛べー！間に合わん！はい、アサリ持っていきます。ああ、戻されちゃった。戻されちゃったか。ああと、そんなところに配動していたなんて。でも倒しきれない。うわ、やばい。よしよし。前ロールでしっかり逃げていく。ほっ。よし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 。オッケーオッケーオッケー。なんか、モサチーム急に強いぞ。どうした？こっち、俺と初心者おんねんけど。なんか急に強ないか？危ない危ない危ない。全然スペシャル使ってる気にせえへんけど。いよー！あ、終わる終わる。あ、終わった。終わりましたー。一回も割られることありませんでした。というわけで、まあ、最終的な結果としては、2対2ということになりましたね。いやー、最初はいいかな思ったんやけど、まあ、ホコとアサリがきつかったですね。いや、でも結構、今回かなりいいんじゃないですか？うん。熱い展開でしたね。というわけで、みんな頑張ったって思ってくれたら、ぜひグッドボタンよろしくお願いします。ほな、お疲れ。バイビー。